はいみなさんこんにちは NII 研究百連発の時間です私は司会の NII 情報学プリンス研究系の武田です同じく司会務めさせていただきますコンテンツ科学研究系大向一樹ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてこの研究百連発ってこのなんか花火の生みたいなこれって何をやる時間でしたっけ はい、えー、研究百連発というのはあのニコニコ学会という学会で開発されたプレゼンの方法で研究者にですねたくさんの内容をごくごく短い時間で話してもらうという企画です今回は ni に所属する10名の研究者にですね次々とご登壇いただいて一人 7分30秒の時間で10個の研究を発表いただきます1個あたりですねなんと45秒ということになりますそれは短いですよねだいたい研究者ってまあ自分の研究だったらまあ1時間でも2時間いやまあ1日でもね語っちゃう人たちなわけですよねそれをね7分半でやるとすごい短いですよねできるんですかね はい、まあそこをですね、えー、もうあえてきつい状態でお話しいただくということです。普段とは違う形でですね、あの話していただくことで、やはり研究者の意外な面が見えるということを期待しています。それがあの面白いところかなと思っているんですけども。 で例えばです、ね、その10個まとめて話すということで研究の流れが見えてきます、その研究者が普段どんなことを考えてどこにテーマを発見してそれを解決してきたかとかです、ね、そういったことを、うん、この短い時間の中で感じてもらえたらいいなというふうに武田先生、あのまあ、多分あの今ご覧、皆さんも感じていらっしゃると思うんですけどこの格好っって一体何なんですかね <laughs> いや,やっぱり、ね、研究者といえば白衣ですよね。<laughs> いやあのコンピューターの研究者は基本的にあの服、汚れたりしないんで、えー、白衣とか着ないと思ううんでですすけど <laughs> あまあ、そうですよね、まあ、これはですねあの私がニコニコ学会ってところに出ているときに、まあ、ずっと着ている、まあ、なんかニコニコ学会のユニフォームみたいなもんなんですけどねまあちょっとい、まあ、わば研究者のコスプレのようなもんですね。 でまあ、さらにです、ねまあ、もっと気になってらっしゃると思いますけどこの頭の上の,あの猫耳っぽいのはこれはです、ね、あの実は、ね、単なる猫耳じゃなくてこうやって今動いてますけどこれはあのなんか一応なんかあるデバイスで脳波を感じて動くという <laughs> 歌い文句のデバイスで、まあ、今回こう見てて、まあ、私があこれはすごいと思ったらピクピク動くと、まあ、それをちょっと私の耳もちょっも見て,ていただければいいと思います。<laughs> わかりましたでは早速ですね、まあ、こうおしゃべりばっかりしててもいけませんので、えー、進めたいと思いますけれども、えー、今日ですねこの研究100連発はですね株式会社ドゥアンゴ様の協力によって、えー、ニコニコ生放送でも中継を行っております、えー、ご覧の方はぜひコメント等いただければと思いますではそれではもう早速1番目の発表に移っていきましょう、はい、1>, え1件目はですね稲村成先生です NII 情報学プリンシプル研究系准教授 バーチャルリアリティは我々の身体感覚をどう変えるのか触れる見る感じる経験でロボットを育てていると題してお話しいただきますそれでは稲村先生どうぞよろしくお願いしますはい皆さんこんにちは稲村と申しますトップバッター務めさせていただきます私の研究テーマは簡単に言うと知能ロボット人間と対応しながら学習をしていくロボットというテーマで続けているんですけれどもまあこれを私の学生時代からずっと振り返ってみたいと思います これまで最初に終始の頃まあ20年前にもうタイムスリップするんですけれどもどれこれ人間がロボットにこう教えてあげる操縦の仕方を教えてあげるとだんだんそれを学んでいくんですがこ,このロボット自分の自信の度合いっていうのを計算していて多分こうじゃないかな。 まあ最初わかんないときは多分こうかなっていう感う,うで自信なくやるんですけど、だん,だん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 自信が上がってくると人間の言ってることが間違ってるんじゃないのって時はツッコミを入れてくるんです。こうやって本当にいいんですか？まあ、こんな具合に人間との対話をしながらだんだん自信の度合いを高めていくというようなロボットが最初の研究です。で、それをえっと実際のヒューマンエンドロボットに使ってみたのがこのムービー。これはそれとってっていう,ふうにすごく曖昧なことを言われたときにどうすればいいか。まあ人間だとパッとわかるかもしれないですけども、まあ。 初めて会っったた人だと分からなかなりします要するに対話の経験を積んでるとああれ取って、うん、それねっていうそういう通貨の中ができるわけですよねその通貨の中を作るためにはどうすればいいか、まあ、そういうためにはこういうようないろいろなソフトウェアを組み合わせて対話の経験から学習をしていくそういうような枠組みを作ろうというのを博士論文でやってみました。そうするとまあこういう風にそれ取ってっていうだけで目的のものがささっと取れるようなロボットができる まあこういう研究をしてきたんですけどもこういうロボットを作る時の一つのちょっと面倒くさいところは今ロボ,ボールをつかむような動作がありましたけどそういう動作を作るというのは非常に大変で数学を使ったりあのデザインをするのが大変ということで、まあ、人間のやってることを見ててそのまま真似してくれるロボットをを作ろううという研究を次にしましまたこれ今ロボットが、ま、あの左側の人間の真似をしてるのが分かると思いますけれどもこれ実はまあ ただ真似をしてるわけでではないんですねその今関節角が90度とか30度首曲げたとかそういうのを計測する技術は非常にあのいっぱいできているんですけれどもそれを単純にコピーしたんでは面白くないということで今上の方になんか赤い点があっち行ったりこっち行ったりしてますけどもこの点青い点が足踏みを表していて緑の点がキックを表してます。なんでこれはロボットはあ足踏みしたりキックしたりっていうのを繰り返してるんだなってことを認識した上でコピーしてる。 まあこういうような空間的な表現で認識を抽象的なレベルでするというようなアルゴリズムを作りましたまあ、これ何のことかちょっと分かりにくいんですけどそれを実用化してみたのがこのヒューマノイドの例ですこれ今上の方は雑巾で、えー、付巾で机拭いてますし下はペットボトルの水をコップに入れてますけど人間が時々わざといたずらをして変な動作をしているのがわかると思いますこうなんかビヨンビヨンビヨンってやってるのが上の図だし,し下の方は今わざとこぼしてますけども 本当に単純に90度の角度とか30度の角度っていうものを真似するとこぼしちゃうわけですね。だけどちゃんと抽象的な空間で、あこの人は机を拭いてるんだとか水を入れてるんだってことを認識した上で、その抽象的な表現を真似をすると、そうするとちゃんとこ,うこぼさずにうまくいきますよというようなことをやってきました。で、まあ、今のは真似でしたけれども、今度はその真似たのを今度は表現し返すと、まあ、人間との対話が興味の一つなんで。 ここんなことをしてみますよっていうふうに表現するにはこう動作を記号とか言葉とか数式で表したいということでちょっと凝ったアルゴリズムを作ってみたんですが今この2つの上のパンチとスクワットという動作を混ぜたりミックスして表現するというアルゴリズムを作りました左下の方は今0.5パンチ足す0.5スクワットって書いてますけどパンチとスクワット半分ずつやるとこう,こういうふうに2つが混ざりますよという映像です。右下の方はパンチが1.5倍に強調されていてい スクワットを引き算してますそうすると何が起こるかっていうとスクワットしない要するに膝を曲げないで伸ばしたまんまそれから前かがみにならないでちょっと後ろにこう後ろにこう背伸びする感じということでこういうようなパンチが出てると、まあ、こういうふうにあの数式の簡単な形ですけどもそれを空間的に表現したりすることで動作を混ぜ合わせる逆にこれとこれを混ぜている動作かもしれないということを表現できるようなアルゴリズムを作りました。 でこれが何の役に立つのかっていうのを使ってみたのがスポーーツコーチングロボットですこれ。テニスの素振りをしている様子なんですけどもこの、えー、とお手本動作を見てこの初心者が、まあ、素振りをするんですけどこの初心者ちょっとよく分かってないほ、まあ、本当に下手くそな初心者なのでなんかこうちょっといまいちな素振りをしてるとそうすると、まあ、コンピューターがロボットがこの初心者の動作を見て「うんこれちょっと違うよね」とお手本とやってみたのはこれぐらい違うというその差分その違いを 強調しして表示し返すとこれ今左上の方に何かかなり強調した大げさな動作が出てますけどこういうふうにいやいやいやこういうふうにもっと膝をぐらっと曲げてっていうふうにその差を強調するこの今アルファっていう数字がこう数式にありますけどこれで2倍3倍ーンってこういうふうにやんなきゃダメよっていうふうに分かってない人にはわざと強調するまあこういうふうにしてコーチングスポーツコーチングがスムースにいくようなそういうような研究もしてみたりしました。 で、まあこういうのはロボットとの人間の対話という研究を続けてきたんですけどもやっぱりロボットを作るの大変なんですね買ってきてもすごく高いですしメンテナンスしたり作るのも大変ということでバーチャルリアリティを使おうというふうに最近はだんだんバーチャルリアリティの使った研究になってますこれ今ロボットの前の前で人間がお好み焼きの焼き方を教えているという状況ですで、これ単にあのバーチャルリアリティの中でことが進んでいるんじゃなくて実際の人間が 3次元ヘッドマウントディスプレイを被ってこれログインしていますでログインしてこのアバターの視点に立っていやいやそのいきなり焼いちゃダメでしょ油塗らなきゃとかこれぐらいの焦げ目ついたらひっくり返すんだよというふうに動作を入れたりものの順番というのを教えるとでこれを1人でやってると大変なんでたくさんの人がインターネットのクライアントからこう接続するような形で教えてあげると短時間でどんどんロボットが賢くなる、まあ、こういうようなシステムを作っていまんです。 で次にやってきたのはこのシステムをロボット競技会に使おうとう<ー>ロボカップというようなロボット競技会があるんですが、まあ、サッカーで有名なでですねそのサッカーで有名なロボット競技会の,この日常生活支援タスクっていうのがあります、まあ、これ実は実機ロボットでもやってるんですけどその実機でやるのが大変なのでもうシミュレーションで全部やってしまおうとただ、全部シミュレーションにするとつまらないので人間がこうログインしてやることもできると。 これ実はそのあのポイントとしてはロボットを作るのは大変なので皆さんもこれソフトウェアをダウンロードしてくるとソフトウェアをカカカッと書くだけでこの競技会に参加できるそういうようなポテンシャルを持っているシステムです。で最後の方になりますけれどもこのバーチャルリエーティを使ってリハビリの研究にも使っあの応用してみようということを最近しています。 動作をしてでその動作を真似ているという状況なんですけどもその動作がインターネットを経由して配信されるとそうすると家にいながらこのリハビリの指示を仰いでそのリハビリの結果がお医者さんにも返っていく、まあ、そういうような在宅システムに先ほどのリハビリを使っていたりあとはそのリハビリとも関係あるんですけど自分の体がちょっと変わったときにどうなるのか長い手になったり短い手になったり、まあ、そういうふうに感じてしまうというちょっと症状もあるんですけどもこういう時に人間がどういうふうな感覚の,その違和感を感じるのか。 まあこういうところにリハビリの研究を通じて、えー、バーチャルリアリティを応用していると、まあ、こういうような形で研究を続けてきています、まあ、ロボットからリハビリという,ふうにちょっにだいぶボーンとスキップしましたけど人間がどういうときにどういう行動をしてどういうふうにものを感じているのかということをロボットが理解しないといけないということでその人間の感覚行動の研究をずっと続けてきているという状況ですははいいいありがとうございますありがとうございました。 いやまさにあの研究がどうやってその発展していくかというのがよく見られたと思います、その身振りを教えるのが大変だとかそのロボットを作ることが大変だということからまバーチャルリアリティに行ってでもバーチャルリアリティをやったからこそリハビリに使えるというふうにまあどんどん展開していくまた今後は期待されるなと思いましたでもちょっとね、あのー、好の焼きを教えるというのはちょっとなんかみんなが教えたら絶対意見合わないからロボット困っちゃうような気もしますけどね。<laughs> ま <laughs> それもねロボットが悩んで学ぶということかもしれないですけどね <laughs> はいありがとうございましたはいじゃあ続いて2番目の発表に移りたいと思います2番目の発表は NI コンテンツ科学研究系准教授の相原健郎先生です人の活動と実世界の動きを捉え知的活動を支援するというタイトルで研究をなさっておりますそれではよろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんこんにちは相原ですよろしくお願いいたします えと私はその実世界におけるインタラクションというのに興味を持ちまして特に人や社会に役立つ情報システム情報サービスというのはどういったものなのかその形はどういうものなのかということを探求している研究者になりますで今日なんですが、えー、サイバーフィジカルシステム CPS というものと、まあ、IoT というものに関して私が最近やっている研究についてご紹介したいと思っていますで CPS サイバーフィジカルシステムというのは、えー、その実社会における まあ事象ですね起こっていることをどうやって把握するか、またその問題解決にどうやって IT 技術を使っていくかということをやる研究なんですけれども、最近ですと、センサーがいろいろ発達してきたり、スマートフォンが発達してきているので、IoT と言われますが、アナログ空間の中にそういうデバイスがどんどん入り込んで、デジタル化が進んでいくということになります。じゃあ、その CPS というのは、そういうデジタル化がどんどん進んでいけば、簡単に成し,上げ成し遂げられるのかというと、必ずしもそうではないということが、ここの私の言いたいことになります。 でえっ、ー、とまあ、問題がいくつかあるんですが主にですねまだまだそのデータはどんどん増えてきたと言ってビッグになってきたとはいえですね、えー、穴の空間における社会で起こっていることっていうのはまだまだ全然とデジタル化されてないという状態がありますその比率はまだまだあの大きい開きは大きいということですでさらにそのデジタル化されればじゃあすぐに使えるのかデジタル化されれば例えばそのビッグデータ解析だとか人工知能の技術だとかっていうのを適用できるようになるわけですがじゃあそういう形にすぐになるのかっていうとそうではないと。 で処理できる形に綺麗にするっていうことが必要で、それを我々は特にその前処理と言いますけれども、その前処理が実はそう簡単ではない。なので、えーと、このアナログ空間からデジタル空間にどうやってデータを使える形に持ってくるかっていうところが大きな問題となります。 で私はそういうことに関してそのデータを取り込むというところに対して着目してきて研究しているんですが、街、えー、づくり、観光、マーケティングなど、そういうフィールドで特に人の動きというのをセンシングするという事例を今日あのこれから6つほどご紹介したいと思います。でそうやって収集したものをさらに解析して、えー、使って、人の中に還元してきたわけですがその還元していく部分について、えー、7、8というところで少しお話ししたいと思います。 でまずその最初に人の動きなんですが街の中で人がどう動いているのかっていうのを捉えるようなことをここ数年やってきています。でえーまあ、どうやって捉えるかっていうと基本的にはスマートフォンを使って人の動きを捉えるんですけどもじゃあスマートフォンを使っている人にあなたの動きのデータをすぐ出してくださいって言ってもなかなかそうじゃあどうぞっていう形で出してもらえないわけですね。でつまり、えー、と彼らがそのデータを提供,し提供してもいいよっていうふうにそういう何か参加のモチベーションとなるものを与えないとデータはもらえない。つまり 彼らがそのデータを使うサービスを使ってくれるような状況を生まれ、えー、そこに作り出して、えー、データサービスを使っていただいて。 そのサービスを使っていただく中で、データをいただけるという。まあ、その部分ですね。使っていただける部分も含めて、我々センシングの技術だろうと思っているわけです。で、例えばこの下の左にあるそのピナクリと呼んでる例はですね。これ、あの東急電鉄さんと一緒にやった例ですけれども、えっと渋谷の中で人がどう動いているかっていうのを、そのソーシャルサービスをまあスマートフォンの上で展開して情報を出しながらこう人に動いていただくんですが、その渋谷の街の中だけでなくて、例えば東急ハンズの中でも人がどこにいるのかってことをまあセンシングします。で、その人どの人なのかってこととどこにいるのかってことに応じて。 出し分けますでその出し分けた情報をどういうものに触れてどういうふうに行動していったのかというデータを取って分析していくというようなことをこのプレジェクトの中でやりましたで他にもそういう事例があるんですが、まあ、ちょっと時間がないので簡単にそれだけ今ご紹介させていただきましたで次の事例なんですがこれはそのやはり町の状況をセンシングしたいということなんですけども これは特に道路状況ですね。街の道路状況っていうのを知りたいというときに、ここではユタに使っていただくものとして、ドライブレコーダーという機能がありますけれども、それをスマートフォン上のアプリにして配布する無償で使っていただくようなことをしています。そうすると、どこを走っているのかということと、スマートフォンはセンサーの塊ですから、加速度だとかその回転だとかっていうそういう加速度などのそのセンサーの情報も合わせて取得できると。で同時にそのカメラがついているので、その走っている時の映像なんかも同時に取得できるということで。 えー、いろんなことがその一情報以外のものもこうやって集めてこられることになりますそれは当然ユーザーさんが使うことに、まあ、モチベーションがあるインセンティブがあるからそういうことに協力していただけるということをまあ作っていくということです例えばこの例ですとこれ同じ冬の時期同じ場所を走ってる例なんですが えー、例えばですね位置情報だけ見てると同じところこう点が動いてくように見えると思うんですが見ていただけるよに全然こう状況が違うわけですね、えー、路面が凍結してガタガタし滑りやすいっていうところもあるでしょうし雪は積もってるけどまあ普通に走れるところもあると、まあ、こういうのをそのセンサーや映像を持ってくると、えー、分かるようになるだろうということが我々のモチベーションになってます。 でさらにそのユーザーザ、まあ、ドライバーですけども使ってる間に何か重大にはまっちゃったみたいなことがあったら簡単な操作で投稿してもらえるといろんなイベントをこう集めてこられる、まあ、こういう仕組み市民を使ってデータ集めてくるという仕組みをクラウドソーシングといったりしますが、まあ、その一つの事例としてやっているものになりますで集めてきたものはこうやってみんなで共有されるので街中、えー、が動くときにこういうのを活用できるでしょうという話ですねで次の例今までのはこう物理的なセンシング物、ね、の,の動きのセンシングをしていたんですがここから挙げる二つの例は ももううううちょっとと内面のものをセンシンシグしようというよいうな取りり組みですでやはりスマートフォンなサービスを提供するんですけれども、えー、ご承知のとおりそのスマートフォンで自分の方を向いているカメラがあると思うんですがそのカメラで自分の顔の表情使っている人の顔の表情っていうのを捉えてです、ね、特徴点を出しますでそうすると顔の表情が大体わかるわけですがその表情から気分というものを推定してあげて、えー、この人は今どんな気分なんだろうということをまあ推定してあげるですそうするとどこでどういう人がどんな気分でいるのかってことがまあ分かってくると。 人が多い少ないっていうのはあの例えば地図上に出ているその赤の濃淡ヒートマップといわれますけどこういうものでは分かりますけれども、えー、どういう気分なのかっていうのも分かるとそこの街の雰囲気っていうのはちょっと伝えられるんじゃないかということでこういうのをその街の活性化なんかに使えないかということでやった映りますですさらにですねこれはあの武田先生がつけている猫耳と基本的には同じような仕組みですが簡易の,の波形っていうのをつけて訪、えー、日外国人の人にですねこれ浅草を歩いてる例ですが、えー、データを取りました。 でそうすると、その例えばです仲見世を歩いていてもあの1人でプラプラ歩いてるるとき、上の例ですが、ときっていうのは、そんなにその、えー、ちょっと分かりづらいですが、あの興味っていうものがそんなにこう大きく触れないような動き方をしているんですけども、下の例はです、ね、同じところをですね今度折り返しで歩いてるるときにこう、観光ガイドさんをつけていてあげると、すごく好奇心をこう喚起されてですね。 ガイドさんあるなしの違いもありますしどういうものに対して反応がいいのか悪いのか今までその観光地はこういうものが観光者が求めてるだろうということで当然おもてなしをするわけですが実際観光客が求めてるものは何な,何なのかというのは客観的に取られるようになるだろうというふうに考えています。 でこれまでの例は、えっと、私自身がデータを集めてきましたがこれから挙げるのはあの集めたデータを解析した例です。ここはあの観光データ訪日外国人の動きを集めたデータですが、えー、赤いところっていうのは訪日回数が少ない人が動いてるところ青いところは、えー、リピーターの人が動いてるところそういう、まあ、傾向の強いところを表しています。でこういうものでその、えー、赤いところからちょっと外れたところには青いところがありますけれどもそういったところっていうのの魅力っていうのをもっとこう伝えてあげるともっとこう換気ができ行動の換気ができるんじゃないかというようなことを考えたりします。 あとこれはです、ね、同じように訪日外国人の動きですが都内で人が多い、どこに多いっていうのはこう左下にある赤いもので分かるんですがどこに目的地として人が集まっているのかっていうのを表したのが右上の青いものになります青いところっていうのは人が集まってくるところというところですね。 まあこんな例を教えてますちょっと時間がないので書き足になりますがそれからこれ全く違うんですが人によって、えー、と人の行動が分かったとして、えー、どうやって行動を喚起するのかこの行動のモデルをもう少し考えるじゃないかっていうのがこの広告代理店と一緒にやってる例でして、えー、とこれはあのスマートフォンができたことによってすごくインスタントにこう物事を決めて動くようになっているよっていうことをやってる例ですでさらにこれはですね、えーえー、どうやったら人をもっと動かせるか回遊性を上げられるかっていうことをちょっとビジネスモデルとして考えているような例になりますすみませませせんん足っ申し訳あり 専門家専門領域においてデータを集めてくるっていうようなことをちょっとやっていたりとかですねこれまでは人の動きをやってましたがこんな感じであのあんなヘルメットかぶって橋の下に潜って橋の状態をモニタリングするというようなことも最近ちょっとやってますすみませんちょっとオーバーしましたけどもこれで終わりにしたいと思いますありがとうございましたはいありがとうございました いや、あのー、あ、あやの先生の手にかかるとね、もう、なんかしな、人の動き、何でも取っちゃって、なんか、外の道で、こう、歩いてで、笑ってるだけでもね、取られちゃうね。ちょっと怖いような気もしますけどね。<laughs> でも、これが今の時代ですよね。え、武田先生、さっき、やっぱり、脳波戦士の時の、あの、耳が一番動いてたっていうのを、ちょっと見てると、<そう> <laughs> えー。見えることができました。<laughs> はい、ありがとうございます。え、それでは、次の、えー、登壇者をご紹介したいと思います。えー、感動典子先生です。N. I. I. 情報社会相関研究系教授。 人はどのように情報を探すのか探索的情報検索過程の理解と利用者支援と題してお話しいただきますそれではよろしくお願いいたしますよろしくお願いします カンドの立子と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と私はどうやって情報を探すのか、情報検索の本質はインタラクションだと思っています。情報検索にはいろいろなタイプがあって、例えば皆さんが今日 NII にいらっしゃるとき、NII って入れると今やの字がパッと出てくれば嬉しい。それなくピュっと入れてピュッと出てくれれば嬉しい。ルックアップ、辞書を引くようなタイプの検索もありますけれども、もっと時間をかけて少しずつ理解を積み重ねていくような学習、そして調査。 で最近ではもっと楽しみのためにこういったそのより時間をかけて何を探すのか最初は明確ではないけれどもだんだん探していくあるいはよくわからないこと曖昧なことを次第に明らかにしながら探していくというようなことを探索的検索といいこういったことが最近研究では問題になっています。 でこういったことについてそのどうやって人を探しているのかこういった探し方を支援するにはどういう機能が嬉しいのかそしてそれがうまくいったかをどう評価するのかということを考えています。えアプローチとしてはまずそのユーザーが実際どうやって検索しているのかということを非常にいろんな方に詳しく集めそれを分析してモデルを作りそれをあの <laughs> それに基づいてシステムの機能を設計します。 でそれをまたユーザーが評価をしてそれをまたしても改善するというような形でぐるぐる回していくという形です。 例えばユーザーがどうやって検索をしているのかいう視線を見てどこを見ているのかということを見ることもできますしユーザーが例えばクエリを入れた後どこをクリックしてどういうタイミングでどこまで深く見ているのかというようなことをこう可視化していきますと例えば旅行の計画について探すのが得意な人はまず問題をさっとこう細分化してじゃあ先に行き先を決めようパカ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 。 を比較的したう決めようじゃあ次どうやっていくか決めようパカパカパカッと比較して決めてっていう形でこうサクサクと進んでいくわけですねそれに比べて例えばレポートが苦手な学生さんな慣れてないと大きなクエリを入れてなんかたくさん出てきちゃって1個か2個見てあ,あダメだと思ってまた変えてまた1個か2個見てダメだっていう形で困っちゃってるでこういうユーザーを何か助けてあげられないかなということを考えてます。 でさらにそのユーザーが検索の過程でどんなことを考えているのかどんなふうに知識が変わっているのかということを非常に詳細に分析したりから検索の前後で知識の構造がどのように変わっているのかということをコンセプトマップという形でそれの前後の比較をしてリンクや濃度がどのように増えているのかマップがどれくらい広がったり深くなったりつながり方の密度が変がっているのかということを調べたりしています。 でこういう形で詳細にデータを集めるでそれが実はそのこう自動的に集めるログだけでどこまで、えー、推定できるのかということを明らかにしながら検索望ましい検索機能を提案しそれをユーザーによる評価検証また改善という流れで研究を進めています。えー、例えばあの 探索的な検索を支援する一つのシステムの例としてはこうマルチファセットでクエリーを入れてもこナビゲートしてもビューをしてもそれをシームレスに満足するまでどこまででもいろんな観点から見ながらできるでさらにそのどういう点話題に着目しているのかということに応じて今そのさらに探索を支援する、えー、方向を支援する。 また多言語のオンラインニュースではこれは、えっと、いろいろなニュースサイト国言語の間の差を、えっと、比較することができます。で今話題になった関係っていうこと。でさらに画像を検索する時にはうまく言葉が説明できない言葉で,でそういう時にはこうただ眺めていると。 システムの方でユーザーがどれくらいどれを見ているのかなということでその人が好きなものを判断してだんだん今このユーザーは自然というクエリーから花を見ていてだんだんデイジーばっかり見ているとデイジーがだんだん集まってくるんですがデイジー見ているうちにそのうちあなんかもっとあバラもいいかもと思うとこうバラの方に少し関心があってバラばっかり見続けているとだんだんバラがつくようにこうユーザーの関心のシフトにも追従してただ眺めているだけでユーザーが 非常に早く満足することができるこういったクエリを入れなくても検索を始められるというタイプの検索オステンシブサーチといいますが文化資産アーカイブの検索でも使いそれから農家にも例えば音楽の検索で楽しみのための検索ということでも使っています。 さらに検索システムだけではなくその人がどのようにその文書から情報を探すのかということにもその昔から関心があり、えー、と例えばその文書の種類に応じてどういう役割を持った箇所からそのテキストが成り立っているのかということをいろ 種類のテキストについて調べ人手で分析し複数の分析者間で一致するかを調べそれを自動的に分析しさらにそれを情報アクセスシステムに応用するというようなことを えっと長らく <laughs> しています。で例えばその論文の構造を見ていくと、その検索の有効性とか要約とか、えっ、ー、とさらにはそのサーベイ論文の自動化に向けたプロジェクトにも参画させていただきました。え看護日誌でもその観察判断実施に分けるだけではなく、例えば観察した事例事実が書いてないのにそれに基づく判断だけ書いちゃうと、あれ観察したことはありますかとか、システムが教えてくれると、まあ、それは教育こ 効果にもなったりする。だかニュース記事。でもニュースは事実だけじゃなくて、やはりその主観的なことも伝えているわけで、そういった事実が知りたいのか、意見が知りたいのか、知識が知りたいのかというような形でこう。柔軟な要約をしたり、さらにクレディビリティの分析といったようなことになります。で、こういったその文章の読み方というようなことで、現在取り組んでいることは？ その東ロボプロジェクトの一環ですけれども実世界質問を通って大学入試の論述問題といったこんな複雑な問題にどう取り組むかということを考えています。で、まあ、これらも含めて私は1998年からエンティサイルワークショップエンティサイルという情報アクセス技術の評価ワークショップを開催しています。で これは1年半を1サイクルとして毎回いくつかの研究課題を比べ詰めて世界中から100チーム150チームのチームが参加して同じデータを使って研究を遂行し結果を比較評価して互いに学び合って研究を集中的に早く進めようという未来価値創生のための プロジェクトです。で現在進めているものでは、例えば短いクエリからなるべく曖昧なクエリから多くのユーザーの検索意図を満足するにはどうすればいいかとか対話あるいはモバイルの検索そしていろいろな特殊なドメインライフログの検索といったいろいろな課題が取り上げています。でこのえっ、ー、と現在進めていてこのような国際的なチームで運営し各、えー、会,会の最後には国際会議として成果 会をします。これは最前回の様子ですけれども、えっ、ー、と現在進行中の会の成果報告会はちょうど来週あ再来週ありまして、明日まで申し込みを受け付けておりますので、もし時間が許せばおご参加いただければと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございますありがとうございました。 検索エンジンは使っているだけで,です、ね、意外にまあ僕たちはその多くの情報を検索エンジン側に与えているということで結構、心して使わないといけないなという,ふうに思いましたであと最後のエンタイルなんかはあのコンテスト型の研究は最近すごく増えているんですけれどももう十数年やられていることでこれはもうかき、あきらきらに先駆けといえるまあ取り組みだとと思いいいまます、はい、ありりがとうございましたた、はいえー、それでは3番,4番目の発表に移りたいと思います。 4番目の発表は n i i 学術コンテンツ科特任准教授の倉川圭先生です倉川圭先生には学術情報データベース創生学術コミュニティに必要不可欠な情報サービスの研究開発を手掛けるというテーマでお話をしていただきますそれではよろしくお願いしますよろししくお願いしますはじめまして学術コンテンツ科の倉川と申します、えー 私が取り扱っている仕事の中で学術情報データベースというものがあるんですけどもまず私の話をご紹介する前にそもそもこの学術情報データベースと一体何なのかということを振り出したいと思います。大学とか研究所で,ですねすでにそういうところを経過した人は分かると思いますけどもまず研究論文と。 いうものがありますこれはもう皆さん研究者は最後のの成果として出すものですでそれ以外には例えば大学とかの教科書大学で教えるような教科書や、まあ、研究の本または、えー、最近ではこの研究データというものが取りよく取り上げられてますけどもこういったものを学術情報というふうに呼びます。でこれらをですね ある一定の決まりに従って整理して集めた集まりやカタログを学術情報データベースと言います。で、我々の科であるまあ学術コンテンツ科ですけども、実際に使ってもらえるような研究者や学生に使ってもらえるようなデータベースやサービスを作っています。で、例えばですね、まあ学術情報の種類に応じて まあこういった種類のサービスをいくつも立ち上げて皆さんに使ってもらうようなことをやっていますすでにあの学術情報データベースまたはそのサービスを使っていらっしゃるまあ研究者はだいたい使っていると思いますけれども例えばユーザーから見える最も基本的なサービスというのは何でしょうか情報検索ですねで、実は こういったサービスを作る中には、その中では三種類の職人やプロフェッショナルが働いて、こういったサービスを形作っています。で、そのまず最初の一人目っていうのは、ユーザーニーズと技術を知ってサービスを作る人。もう一人はデータの意味する背景と技術を知ってデータを作る人。もう一人は数学と技術とを知ってアルゴリズムを作る人です。 でこの3種類のプロフェッショナルが協力して実は初めて一つのサービスが出来上がっています。これらのそのサービスをじゃあ実際に我々はどういう活動をしながら作り出しているのかということをいくつかの例を用いながらご紹介させていただきたいと思います。例えば、まあ、一番分かりやすい論文データベースというものの例です。一番 最も基本的なサービスというのは論文検索と言いましたで、これに対して新しいサービスとして著者検索を追加したいとしますこういった時には我々は協力ソフトウェア会社に発注書を書くという形でまず仕事を始めますで、この発注書というのは物によっては10ページ20ページに至ることもありますしまた大きなものだったら100ページに至ることもあります この場合の例では、まあ、新しいサービスなのでその一体著者検査とかでどういったものなのかというようなコンセプトを論文や人という関わりの中で描きながら使用書というものを書き始めます。で使用書というのは実はこういった概念的なことだけではなくてさまざまな事柄を決めていきます。でここの例では我々がやった例では検索エンジン設定主導からユーザーインターフェース設計主導になるように ユーザーが最も使いやすいソフトウェアの形というものを設計プロセスソフトウェアの設計プロセスを改善するような形で規定してきましたでそれはまあ専門用語ではウェブ上のインタラクションの中でどういったインタラクションが必要かということをデザインしてどんどん中のソフトウェアの構造の中にを決めていくというようなスタイルですで当然使いやすさだけでなくって 標準的なまあここで言えば UML というものを使うように指示したりまた多数のアクセスがあるときにそれに耐えられるようなハードウェアの構造のストラクチャーの設計もこの中でしていったりします。また別の例では研究課題データベースというものを作っています。研究課題データベースというのは一番最初に出てくるのは研究課題のページです。 で新しいサービスの中にでは研究課題の中にどういった研究者がいるのかまたあその研究者はどういった課題を実施しているのかということが分かるように研究者ベージとというものを新ししく作ったとしますこの時には元のデータベースは研究課題の情報しかありませんのでその研究課題の情報に対してプロトタイプを作ってこの場合だったら研究者番号をキーにして情報を再構成して研究者ページを作り出す方法を考案したりしています。 皆さんデータベース管理といえばおそらくデータベースマネジメントシステムというのを思い浮かべると思います。例えばオーラクルとかポスグレとかマイアスケールとかそういう製品名が思いつかぶと思いますけれども、我々のシステムの中には1980年代に主流であった SDBM の適応例で管理している場合もあります。こういったときにはデータ品質の向上を実現して管理が容易な 現在のの標準技術にに引き上げることも重要なな仕事の一つになってきます今我々新しいサービスを紹介した中である論文の著者は誰なのかということを示したと思います。この例は著師論文の著師について書いてますけどもある著師の著者は小林誠さんだと。 別の書士の著者というのは小林誠さんですと実はこのお二人というのは違うということがあり得ますそれは同姓同名の問題があるということがを気づいていただければお分かりになると思いますこういったものを名前の曖昧性の問題と我々は呼んでいますこの名前の曖昧性の問題を解決して 正確な著者検索を実現するには実は著者内容性というものが必要ですこれは別の見方をすると識別値によって著者を区別することと同等であってそれでしかたがあってまあ我々はウェブ上の統一的な検者識別の重要性をいち早く認識しましてプロタイプを作り「検者リズムワという名前で公開したりしてます。またたが作った直後にですね 2012年正式な組織としてなりました世界の研究者識別オーキッ t というところにもプロジェクトを参画しています我々こういったサービスをやみこみに作るのではなくて実は未来のサービスを施行したセミナーとも連動していますでそのセミナーでは全ての人が情報学習情報へ公平にアクセスできる環境を目指して研究者と図書館員が互いに協力して最近ではオープンアクセスオープンサイエンスというものをキーワードに出して 実施しています。具体的にはスパークジャンパンというものの中で年に二三三四回を開催しまして、我々のサービスというものを未来に構想して形作っているのが我々の仕事です。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あのエヌアイはご存知のようにそのまあ研究をやるだけではなくてこういうサービスもまあ提供していて、まあ今日はその川川先生はまさにそのサービスの裏側をまあ話していただいたということでまず、えっと、他では聞けないまあ話だったわけですよね。はい。 私もこのプロジェクト一部関わってますのでサイニーの T シャツ作って持ってきてきました <laughs> ではありがとうございましたありがとうございました、はい、では次の発表者をご紹介したいと思います宇都宮翔子先生です NII 情報学プリンシプル研究系准教授組み合わせ爆情報爆発を物理の力で高速に解決するレーザーネットワークを用いて新たな計算原料切り開くというテーマでお話しいただきますそれではよろしくお願いしますよろしくお願いししますよろしくお願いいたします 宇都宮翔子と申します私は物理の力を使って新しい計算原理を開発しようという研究をグループで行っておりますが今日はその私たちの研究グループの成果についてお話しさせていただきます私たちの世の中あの生活の中で組み合わせ情報爆発といった非常に深刻な問題が起こっていますこれはどういうことかと言いますと もあの我々の選択肢いろんな選択肢が増えるとそれを最適化したいという要求があるんですけれどもそれらのあの選択肢のさまざまな組み合わせの中から最適な答えを求めるのにあの計算機にかけると指数的に計算時間が増大爆発してしまうといった問題です具体的には循環セールスマン問題という有名な問題がありますセールスマンが訪問先を回るのに最短な経路で帰ってきたい ガソリンも節約したいしということで、最短経路を見つけるこれも非常に難しい問題です。例えば、あのもう一つの問題は、皆さんの携帯電話にあの無線の基地局から、えー、無線周波数を割り当てるときに、携帯のあの数がどんどん増えていくと、その周波数割り当てを最適最適化するっていうのもやはりあの非常に難しい問題になってきます。 さまざまな組み合わせ最適化問題と呼ばれるものが私たちの世の中に生活の中にあるんですけれどもそれを解決するためにコンピューターの性能っていうのは毎年どん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 性能アップしてきたんですけれどもその性能にムーアの法則の終焉という非常に危機的な状況が今叫ばれてましてこれはどういうことかといいますと計算の性能っていうのはコンピューターの中にあるトランジスタの密度 に対応しててて計算性能ががどどんどん上がってきて1年に2倍計算性能が上がってきたというものがあったんですけれどもそれが終わりに近づいている。 それは、えー、半導体の中にあるトランジスタのプロセスの細かさというのは今最新プロセスサイズは14ナノメートルこれはシリコン原子の90個分に対応してどんどんこのプロセスのサイズがこれ以上小さくできないというレベルに到達しているということでこれ以上あのコンピューターの性能上がらないんじゃないかということが言われています。ですので、えー、とアルゴリズムとハードウェア両面からの開発が必要になってくると言われています。 でそこでスーパーコンピューターは超並列計算を行ったりですとか最近ではアルファ5といってま 5, 5を解くために専用のチップを開発するとか様々な方向が研究を進めていますで、私たちは非の今型計算といって物理シミュレーターの開発を進めています物理シミュレーターというのは計算機で計算することが非常に難しい物理現象を外から操作しやすいレプリカを準備して人工的に問題を与えて解こというものです 量子コンピューターですとか DNA コンピューター脳型コンピューターニューラルネットワークなどがこれにあたりますが非常にユニークなものですとアメーバに最短経路問問題題を解かせようといったよううとったな問題がありますで私たちはこれまで光半導体というものを使って半導体中の非常に複雑な物理現象を外からコントロールして計算で求めるのではなくて物理系そのものに解かせて答えを出してもらおうという物理シミュレーターの研究を行ってきました。 最近量子コンピューターもその商用化したという話を聞くんですけれどもそれはどういうものだったかといいますと超伝導と呼ばれる素子を搭載したものでしてこれはカナダの会社が商用化したものですが1,000個の超伝導量子ビットを搭載して外から一様に磁場をかけることで大規模計算に成功したということが言われていますで。ここのようななとが可能ににった背景には まこのコントロールしやすい物理系というのをま見つけてくるそのアルゴリズムを見つけてくるということが必要になってきますこの中で動いている計算というのなんですけれどもあの非常にシンプルな問題を解いていますここでは5つの点がありましてそれをの点を結ぶ線があるんですけれどもこの5つの点を2つのグループに分けなさいという問題を解いています2つのグループに分けるときにこの2つのグループの間をよぎるこの黒い線の数を最大化するグラフカット問題というのを解いています このグラフカット問題というのを、あの私たちもレーザーを使って解こうということで進めています。レーザーを使って、このあのグラフカットという組み合わせ、最適化問題を高速に解こうというものです。この点にあたる濃度。 をレーザーと読み替えまして、この場合4つのグラフカット、四つのノードのグラフカット問題を解くんですけれども、レーザーを相互に結合して、この相互に結合する部分にプログラムを載せるということを考えます。そうするとレーザーが自分自身で最適な答えを見つけて答えを吐いてくれるという物質シミュレーターが完成します。 この場合は2つのえ、濃度と2つの濃度に2つに分けるというものなんですけれども、レーザー自身が2個2個の組み合わせをあの自発的に高速に見つけてくれるといったようなものです。そもそもまレーザー発信という現象なんですけれども、あの身の回りにあるあの led のような光っていうのはま光の秩序がバラバラな状態なんですけれども。 ここから光の状態を上げていくとレーザーといって直進するような状態、まあ、波が非常にきれいに揃った光特殊なレーザーという光を作ることができるんですけれどもこの LED のような状態から、えっと、同じ物質を使うと、えっと、ある条件下ではレーザーというレーザー発信という状況が遅れましてその想定位の速さ光の疎過程の速さを使って計算を高速化しようというような考え方です。 その中でも特にそのグラフみたいな離散的な問題を扱うのに光の状態が離散化する縮対光パラメトリック発信と呼ばれるものがあるんですけれどもその光の位相が発信状態で日化するようなものを使って計算に役立てようということを考えています。こののイジンググと呼ばれる先ほどのグラフカット問題を このコヒーレントな光を使ってどのような問題が解けるのかということを考えているんですけれども私たちが今取り組んでいるものの具体的な例としましては創薬の問題創薬開発どのような薬が一番いいかという創薬の問題ですとかあと脳の解析や FacebookTwitter などのコミュニティ検出問題への応用それから脳のモデルのシミュレーターにも役立てるんじゃないかということで研究を進めています。 じゃあ実際に物を作っているところなんですけれども最初は2つのレーザーザを空間に配置してそれをを相互に結合するといいう原理実証を行いましたそれからこのレーザーの数を増やしていくと大規模計算につながると考えているんですけれどもその数をこれまでは16100というふうにレーザーの数を増やして相互に結合させた物理系を構築しました。 でここで大規模化に成功した一つの理由としましては空間的にレーザーを配置するのではなくて時間領域にレーザーパルスというものを多重化して、えー、時間領域で多重化することによってこの空,間の空間の配線の煩雑さというのを、えー、解決しています。 でさらに大規模化するために現在私たちが NTT ダ大らと共同で開発しているものはその結合部分をさらに大規模化するために光の状態をデジタル化してで結合を測定フィードバック方式というのを使って実装しています。 で問題サイズに対して時間がどう変化するかっていうのも見てるんですけれども、2016年中に N イコール2000の全結合マシン、数年後には数万のサイズの問題が解けるような時期開発を現在進めております。以上になります。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。そのまあ、物理の実験装置を作ってそれを動かすとも、まあ、あるし答えがもう出ているっていうそういう機械を作っているっていう研究だと思うんですけれども、普段はやっぱり我々がそのコンピューターで なんとなく想像しているその汎用的なコンピューターを用意してソフトウェアを作ってそれを実行すると答えが出るっていう考え方とはもう全く違うっていうのが少し分かったんじゃないかと思いますでやっぱり計算っていうのが一体どういうことなんだろうっていうところまでその問いかけてるような研究なんじゃないかなというふうに思いました物理で解けちゃう物理で問題解けちょっとまあねやっぱり不思議ですよね <laughs> はいさてじゃあここまででえと半分、えー、やってきましていよいよ後半戦ということになります。 さて、六番目の、発表ですけれども。N. I. I. 情報社会相関研究芸准教授の水野孝之先生です。水野先生は、ビッグデータから経済社会のブームの法則を解き明かす。ということで、お話をいただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。情報社会相関系の水野です。では、今日は、まあ、ブームの話をしますので、まあ、ちょっとブームにあった。学校という形で、 お付き合いいいただければと思います、えー、私の研究はまあブームそして横にバブルってのってるんですけど何が違うかっていうとブームは多くの人々がある一箇所に異常に偏る現象がブームです。でバブルっていうのは多くのお金がある一箇所に異常に偏る現象がバブルです。 だから私はこういったなんか異常に偏る何でか知らないけど人が何か熱中して異常に偏ってしまうそれによってどういうことが起きているのかそれはどういうメカニズムによって生まれているのかというような研究をしています最初に答えを言ってしまうと分かったことはブームは中毒であるまあ中毒であるまあこのあといろいろ中毒性のものが出てくるんですけどまあ麻薬とかそういうわけではないんですけど人々は何かに熱中するとどんどん中毒になってしまうんですね だから皆さんがまあ情報に興味があるっていうのは情報中毒みたいなようなところになりますまず中毒でコンビニのエースストアのロングセーラーのヒット商品を調べました今ここにおにぎり2つあります、えー、梅両方梅おにぎりです片方は90日の短期で寿命が終わりもう1つはロングセーラーで170日産みました、まあ、これ国際会議に行って梅おにぎり見ると何が違うんだって言ってくるんですけど、まあ、我々にとっては何か違うんですよね で実際データを調べますと左側の短期で終わった梅おにぎりは、えー、シェアが6.7%、えー、長期の方が2.6%で実はシェアが低いんですよだから売れるからロングセーラーになるわけじゃないんですよね、えー、新規のお客さんを結構獲得するっていうのは結構大変でして実は下に出てくるリピート率どれぐらいその梅おにぎりに中毒性があるのか右の梅のおにぎりの方が1回食べるとあまた欲しいっていうような中毒性があるのでそうするとロングセーラーになります。 で、これはいろんな商品によって成り立ちまして10%の中毒率だと30日30%の中毒率だと120日50%だと410日ですで、皆さんの中で若干の方は赤飯おにぎり買われてると思うんですけど赤飯おにぎりというのはものすごく中毒性がありまして80近く中毒性があります。だから赤飯おにぎりはいつまでたってもなくならないというふうなものです。 次に、えー、右上の図の方は今度は買い物カゴに皆さんいろんな商品を入れていくんですけど5つを超えるとどん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 買い物中毒になってどんどん買おう次々買おうというふうになったら中毒が出ますで下の図は金融市場、えー、株が上がるか下がるかあ上がった次は下がるんじゃないかと思うんですけどある程度連続して8回連続して上がると中毒になってきてあ続けてまだ上がるんじゃないか上がるんじゃないかなっていってバブルが発生するというメカニズムになります。 これは店舗の競争でもあり得ますある店舗が値段を下げると私も値段を下げるという形で、えー、れ式に値崩れが起きていきてますこれを、まあえー、在庫の投入とか販売とか値下げ競争をモデル化することによって、えー、こういった家電の値崩れっていうものの予測もすることができるようになっています次にブームなんですけどブームに乗らない人もいっぱいいますよねそれはどうなってるか見てみましょう実は人の好みってすごい多岐にわたるんです 店舗 A と店舗 B 店舗 A は非常に競争するんですけど店舗 B はボーっとしてますあるデジタルカメラが約3万円片方は4万5,000円ですまあ誰も買わないんじゃないかと経済学者は考えるんですけど実はそうじゃないです実は人っていうのは好みが多岐にわたってましてまず好きな店を選んでそれから物を買うという行動をするので。 実は競争の中競争から除外している競争に入っていないところも実は利益を上げているというようなメカニズムになります。デパートが大好きな人はディスカウントショップなかなか行かなな行ね。まあ、そういうことです。だったら高い値段で商売すればいいと思われるかもしれないんですけどそうはいかないんですよね。新型インフルエンザの時マスクが1枚95円になっちゃったんですよ。 えー、通常3円で買えるものは95円ですまあ需要がいいからどんどん売おうとフェアじゃない価格をつけていた人たちその後どうなったか、えー、実は非常に嫌われますこれヤフーオークションですけど、えー、95円で言うとやはり嫌われますから、えー、そういったもの長期の大きな需要がなくなった瞬間に急に売れなくなりますので、えー、そういうところは困るとということで、まあ、よく考えて高い値段をつけなきゃいけないとで次にお金の異常な偏りを見ましょう世の中っていうのは大金持ち尋常じゃない大金持ちがちょこっといます で実はその人たちが経済を動かしているということは多々あります、えーまあ、身近な例ではコンビニエンスストアコンビニエンスストアでも異常にお金使う人がいるんですよ、えー、2億人に1人は大体100万円ぐらい使っちゃうんですねこの例だと、えー、2006年の12月、えー、28日来た若い女性は飲み物を約1000個、えー、サンドイッチを約2000個で、えー、55万円払ってお金りになられました え実は客単価400円なんで皆さんにこう頑張ってもらいたいと店は思ってるかもしれないですけど実はこういうお客さん上位2%が25%の売り上げを受くとまあこういう世の中っていうのはこういうふうになってますえ次に同じ皆さん家に住まわれていると思うんですけど物件を買った人借りた人がいるかもしれないんですけどえ同じ物件でも異常に高いことがバブルの時には起こります似たような物件でもえなんかちょっと違うって言って買っちゃうわけなんですね それでどれぐらい同じぐらいの物件で値段が違うか偏っているのかを見ることによりバブルが起きているかわかりますだから同じものが違う値段ってことはやっぱおかしいですから後で弾けるわけなんですそれを発見してやると場所ごとにこれ東京なんですけどどこでバブルが起こってるかわかるという研究もできています、はいえー、次に偏ったお金の流れです何でお金が偏ってしまうか それはまあ分かりやすいことは儲かる人はいつまでたっても儲かっているお金は天下のなわり者ではなくてあるる特定の人ににお金が巡っっってててくいううふなっていますこれ左上は世界の企業間のお金の流れを表しているんですけどもやはり特定の企業に集中してお金が流れているこの経路は全然変わらないっていうことがデータから見えてきています。 えお金がこのように流れるってことはもう一つ面白いことがありますお金っていうのは物を買ったりサービスを受けるから流れるのであって物の流れっていうのも偏るんだってことがわかります実はちょっと怖い話なんですけどアフリカで内戦が起きていますまあみんなアフリカの内戦では内戦を維持するためにレアメタルが取られていますでそれが知らぬ知らぬうちに世界中に拡散するという問題があります お金の対価で流れますからこういったレアメタルどういうふうに偏って流れるのかっていうのも分析して調べることがあります世界は広く薄くつながっているわけじゃなくて特定のハブになるリンクがあってそこをものが偏って流れてから皆さんの手元に知らぬうちに何かどこかのスマートフォンの中にこういうレアメタルが入っちゃうっていうふうになります。 だからそれを調べてやると実は同一産業内で物が流れてそれから他の製造業に移ることが分かるので実は商社とか加工業に対してレアメタルがこういう紛争地で取れたレアメタルが入ってないか調査するそ,うそこは密度が非常に濃いのでそういったところの規制が結構有効なんじゃないかなということも見えてきますすす偏りっていいうのはろろんなとこでで見えます、はい、最後情報に対するブームです。 えー、皆さんまあ興味があることパンダの赤ちゃんが生まれました興味がある方いますかっていうとこなんですけど、えー、実はパンダの赤ちゃんの誕生っていうのは興味がある時とない時がありますで実は情報のブームっていうのは新規性性とと話題性がな今興味ない全然んでまあそれを測る指標っていうのを取り入れることによって投資家がどういう時にお金を使うのかどう反論するかを調べています 例えば話題性だとさまざまなニュースバイターが一斉に報道するもの、今、某知事のニュースがいっぱい出てますけれども、えー、いっぱい出てるってことは、今、それは話題が高いってことなんです、そうやって調べることができます。で、あと最後、ポスターのセッションでは株のお金のブーム、そして人のどこに集まるかっていうような、そういう偏りも調べ研究していますので、えー、よろしければポスターに来てください。以上水野でししたたはいいいあありりががととううごござざまます いや、水野先生、ね、かかるとね、その世の中の、そのね、動きが。実は裏側からもう暴かれてしまうという、すごい、研究をしていますよね。こいや、なんか、あの、司会立ってのお願いで、あの、すごい、あの、格好をしていただいたわけなんですけれども。<laughs> あの、服はどこで売っているのか、非常に偏った、<laughs> あの、ラインナップのお店で売っているのかもしれません。<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> えー、それでは、えー、次に行きたいと思います。えー、ここまでで、えっ、ー、と、六十個です。あと四十連発あります。 七番目の発表者はですね西澤雅樹先生です NII 情報社会相関系准教授論文データから優れた研究の原点を探る将来への可能性を持つ研究開発への適切な投資を提案すると題してお話しいただきますそれではよろしくお願いしますよろしくお願いします紹介ありがとうございます情報社会相関研究系の西澤ですちょっとあの今までと経路が変わった研究なんですけども科学計量学ということで 研究の動向の把握だとか論文データからの優れた研究の原点を探るだとか将来への可能性を持つ研究開発の適切な投資それから研究成果の社会への周知とその利用の促進などということを目的に研究しております。でいきなりちょっと全然違う話なんですけどももともとの専門があの宇宙船物理学でしてであの宇宙船による太陽の影なんていう 研究をドクター論文からちょっとやってましてこれはあの人工衛星を使わずに地上で太陽の金棒と地球下の磁場構造を観測するようなあの研究なんですね。で太陽の風景っていうのはあのあの、まあ、四方八方からやってくる宇宙船あのほとんどは陽子なんですけどもそれが太陽に遮蔽されて見えなくなる部分を観測する。で陽子なんであの磁場に影響されるんで少し磁場の要素あの 話が分かるということなんですねでこれはあの初めて93年に初めて影の二次元マップっていうのをあの、まあ、作成して理論それから121年周期の連動して影の濃さとか一応変動することの発見をしておりますでこれもあの続いての話なんですけども <laughs>、えっとまあ、今の影を使ってコンピューターシミュレーション使いまして <laughs> 太陽の,あの表面の磁場っていうのは測られてるんですけどもその周りっていうのはあのモデルによる。 <laughs> 話しかないんですけどもそれのどういうモデルが一番合うのかということを調べました。でそれ結果あの CSS モデルっていうのでソースサーフェスが太陽半径の10倍程度にあるっていうモデルが一番先ほどの太陽の影の変化に合うっていうことを「2013年フィジカル・レビュー・レターズ」っていうところに発表しております。 あとでまず一回ちょっとこのフィジカルレビューレターズっていうのは出てきます,きますので少しちょっと頭の中に入れておいてください。でその宇宙船と情報学っていうのは何か関係あるのかないのか、まあ、基本的にはそんなに関係ないんですけどもあのガンマ線と陽子の発達あの一番左端の絵なんですけどもこれは少し違っておりまして <laughs> まあこれをあの AI によって分離する。でガンマ線っていうのはあの 地盤に影響されないので、まあ,あの星の天元の観測ができるっていうことですね。そまあ、こういうところで AI などというものを使っております。それからあの宇宙性のスペクトルなんですけども、これはあの横軸にエネルギー、縦軸にあの頻度を取りますと、まあ、ほぼ直線形になるんですね。これはあのパワーローって言うんですけども、<coughs> これはあの度数観情報学のロトカの法則なんていうのは全く同じ形をしております。 あとのの法則なんんてていうのも出てくるんですけどもこれもほとんど同じ形ですね。で、各国の科学の定期観光物の数なんていうのはあの同じような形なんですけども折れ曲がりが見えるこれは途中であの生産性が変わる上位1か画とその下で生産性が変わるのでこういう折れ曲がりが出てくる上の宇宙船を見てみるとそれも折れ曲がりがあるんですけどもこの折れ曲がりっていうのは銀河系からの漏れ出しっていう。 まあ、物理が入ってるっていうようなことで同じようなことで分類とか類似点いうのは非常に多いんですねでやってきたことなんですけど化学系医療学でやってきたこと最初あの <coughs> 情報関係でああまりよくわからないことがあったんで情報学関係の研究者に対してアンケート調査をしていきましたで投稿先のまあどういうところに投稿しているだとか権威あやる雑誌っていうのはどういうものなのかっていうのはあの <coughs> 分野別にに調べたっていうののがこちらの結果になりますそれからあの情報学あの科学研究費補助金というのは細、まあ、目でいく分野に分かれてるんですけども2002年で3分野から11分野に急激に大きくなりましたこのあとこの時にまあどのような関係前後でどのような関係になってるのかっていうのをあの課題名を使いましてキーワード そ,ねそれの,あの距離を測って対応分析というのであのそれぞれの位置関係というのを示しております。でこれの,あのこ分析するときに先ほどのようなちょっとブップであのまあどういうものをカットするとか入れるとかっていうようなことも使っております <laughs>。こちらは論文の,あの強調関係ですねそちらの方から酸がくれる系の状況というのを年別で調べていって。 徐々にやる大学のみによる論文というのは下がっていって連携した論文といいいうううののがが増えててくような結果というのが出ておりますで次にあの受賞あの <laughs> 科学研究費の取得状況なんですけれどもその中であの受賞者とか非常に大きな高額の研究費を取った人、まあ、成功した研究者ですねそういう人がどのような経路をずっとたどってきているのか、まあ、研究費に対して <laughs> まあどういう経路をたどっているのかっていうのを調べた調べていくと、まあ、いくつかの,あのパターンに分けられました、まあ、理論研究のタイプだとか、まあ、こういう人はほとんど研究費を使ってないとか積み上げタイプだとか、まあ、中だ,んだ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 ん大きくなっていく工学維持ってずっと工学持ってる人とか、まあ、出急に突然出てくる人とか世代交代急、まあ、出現は海外,外からやってくる人です、ね、世代交代っていうのはあの <laughs> まあ突如あの 世代まあ、いわゆる世代交代でもともと分担しかしてないのがあの <laughs> 代表者になっていくような形になります。まあ、積み上げタイプというのはこういうような形で、まあ、順番に見えてますね。その他にもあの <laughs>、まあ、産学連携の状況をあの Google, あの Google マップ上で見えるようにしたソフトウェアとかもしてます。で最近はあのプレススリリースに関する研究を してるんですけども、大学関係のプレスリリースっていうのは最近急激に増えてまして、<laughs> 特にこの10年間で非常に増えております。まあ、特に東北大学が最初に立ち上げ始めて、東京大学、まあ、その他の大学っていうのがどんどん増えていくという形になっています。で、このプレスリリースはあの、まあ、どういう経緯でっいうことの、<laughs> 基本的にどこが増えてるのかっていうと、研究に関するあの <laughs>。 プレスリリースが増えてるんですけどもそのプレスリリースはどういう雑誌に載ったものが <laughs> 出ているのかっていうことで、まあ、トップの方は「ネイチャー・コミュニケーション」「PNSA」というのはアメリカ科学アカデミー企業ですねそれから「ネイチャー」それから4番目に先ほどのちょっと「フィジカル・レビュー・レターズ」っていうのが出てきますでまあ「プロスワン」とか「サイエンス」なんですねで右側の図っていうのはあの分野別に見てるんですけども 総合雑誌とかバイオ系が多いんですけど、まあ、2013年とか14年ちょっとなんか落ち込みが見えるんですけどもこれ2013年の初めの研究不正などというのがちょっと影響してる可能性が高いかと思います。あとあの原論文の関係っていうのはあのもともとの雑誌の指標っていうのがありますのでどういう雑誌が選ばれているのかっていうのを指標で見ていったんですけどもこれはあの ジャーナルインパクトファクターじゃなくてアイゲンファクターなんていう指標の方が多いそれから最後にあのプレスリリースと新聞報道の関係なんですけどプレスリリースの成長率と新聞の成長率のはほぼ一緒ということで新聞あのプレスリリース出せば新聞も増えているで最後にあのプレスリリースの載った雑誌っていうのはどうなのかっていうのは「n a t u r e p n s a プロス s 1 s サイエンスということで先ほどのフィジカルベレベルターなどは出てこない で基本的には有力の総合雑誌で専門雑誌は掲載されにくい傾向で、まあ今後あの要因分析を定量的にしていく予定にしていくまちょっと超過しました。失礼しました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。宇宙線物理の出てくる結果とまあその論文のその出方の状況というのは実は同じ形をしている。そこからその研究テーマを飛び越してその研究されるということで、こういったまあ研究者の新しい珍しいっていうかまあ こういうパターンもあるのかなということで非常に興味深く聞かせていただきましたでもあれはね、僕ら自身が研究対象になってるわけで、ちょっと怖い研究、自分たちの怖い、ちょっと怖い研究でありますよねまああ何タイプなのかっていうのは、多分すべて見えているっていうことです、ねね、落ち込みタイプがなかったから全然そういう、そういう研究者いないんだろうかとか、ね、考えちゃいますけど、ね、まあ、そういう、まああのまあ、研究者はけん、自分たちも研究対象にするという、まあ、ちょっと面白い例でもありますねはいそれでは、えー、次の研究に移りたいと思います。 8番目の研究は NII アーキテクター科学研究系の教授の米田米田智弘先生です。米田先生は社債制御システム向け更新信頼プラットフォームのアプローチから安全安心なシステムを作るというテーマでお話を伺います。それでは米田先生お願いします。お願いします。いますはい、皆さんこんにちは。私のお話のメインテーマは壊れても大丈夫なシステムを作るということです。 壊れると一言で言いましても様々な壊れ方があります分かりやすいように最近流行りの自動ブレーキの例で説明しています自動ブレーキが壊れますと例えば止まるべき時に作動しないといったことが起こります大変危険ですあるいは必要ない時に突然作動するということが起こるかもしれません高速道路などではこれは事故につながるかもしれませんこのような状況を回避するために冗長性多重化という考え方で行います これは簡単に言いますと同様のいいくつかのの要素でで実行すするととうことですこの自動ブレーキを非常に抽象化してこのようなスイッチで考えますと左の故障はこのようにオンとなるべき時に開放故障によってオフとなってしまうということになりますまた右側の方はオフとなる時に短絡故障によってオンとなってしまうということになりますこれを冗長性多重化で対処するには このように4つのスイッチを使って左側の1つのスイッチを実現しますするとこれオンの時にですねこのように故障によってオフとなっても全体はこのような経路でつながってオンにすることができますまたオフの時はここに短絡故障が起こってもこの部分が消えておりますので全体をオフとすることができます実際のシステムはこのように単純なスイッチはありませんので どうやってこの上長化多重化を実現するかってことを多重化のインフラインフラの対故障化多重タスク実行そして車載用実証システムの構築という流れで紹介させていただきたいと思います。まず多重化のインフラですが半導体 IC チップの中にネットワークを作るネットワークオンチップという金型を使っております。 半導体技術の進歩によって最近は非常に多くのトランジスターを一つのチップ内に作ることができますので多くのプロセッサーをチップの中に作りネットワークでつなぐことができますこれによって容易にまた低コストで多重化を実現可能となっておりますただ全てを一つのチップに入れてしまいますと特に車載向けにはコスト高となってしまいますしまた電源が切れるなどのチップ全体に影響する故障に弱くなってしまいます そこで小さくて安いチップここではベースチップと呼んでおりますがこれを必要なだけつなぐというマルチチップ構成をとっておりますただしチップのピン数は有限ですのでチップのこのリンク間の通信容量を大きくとるとリンク数が小さくなってしまい構成の自由度が小さくなってしまいます。 例えばこのような 2×2 のベースチップの場合通信容量を重視して外部とのリンクが4本しか取れない場合このような構成に限られてしまいます逆にリンク数を増やせば構成の自由度は大きくなりますがリンクの容量が減りますアプリケーションによってはリンク数とリンク容量のバランスをとってこのような構成を取るのがいいかもしれませんいずれにしてもそのような最適な構成を考える必要があります 次にインフラの対故障化です。せっかくたくさんの計算要素を用意することができてもネットワーク部の故障の影響で受けてしまってはそれは困ります。そこで例えば通常時はこのように通信している時にここに故障が起こった場合この故障要素を迂回してこのような経路で通信できるようにします。こののよような通信故障要素の迂回により、 えー、迂回なしの場合に比べて影響を受ける計算要素数をこのように減らすことができますもう一つは非同期式回路の利用です、えー、非同期式回路というのは聞き慣れない言葉かもしれませんが簡単に言いますと、えー、通常の同期式回路がこのようなクロックというものを基準にして動作しているのに対し非同期式回路はハンドシェイクというものを使って前の動作が完了したことを確認してから次の動作を始めます その左側の洞窟カイロではこの ABC といった処理がクロックの1周期内に終わるように作られているのですが遅延故障とか遅延の変動によりましてこれが伸びてしまいましてこうなりますと正常動作ができなくなってしまいます。これは例えばこの B がブレーキの制御をするようなタスクの場合ブレーキがかからなくなってしまうということに相当します。これに対して非同期カイロでは完了検出を行っておりますので。 多少処理時間が伸びても正しくブレーキを動作させることができますすなわち遅延変動や故障に対する体制を大きくすることができますさてこのようなインフラによって多重実行は可能となるわけですが具体的にどのようにタスクを多重実行するかということになりますいろいろな方式があるのですが我々はこのように2つのプロセッサーで同時にタスクを 実行していきその結果を比較するという方法をとっておりますこれはタスクの実行の様子を時間中に並べたものですが仮にこのプロセッサーが故障するとしますとそれを実行したタスク A の結果が不一致となります。ただし二重実行ですのでこのままでは例えばブレーキをどうさせるのかさせるべきでないのかというのが分かりません。 そこでフィッチのタスク A のみ今度は3台のプロセッサーを使って30実行しますこれにより例えばブレーキをかける必要があるということそれからどのプロセッサーが故障であるかが分かりますのでそれ以降はそのプロセッサーは使わずに残りのプロセッサーで処理を続行しますこのように結果のフィッチのみ30実行することで計算リソースの有効利用と省電力化を図っております このような多重実行を行うために、タスクのコピーをタスクをあの多重実行を行うためには、タスクのコピーをあらかじめいくつかのプロセッサーに割り当てておきます。例えば、この例ではタスクのタスク t0 のコピーは4つのプロセッサー p0 から p3 のに割り当てておきます。実はこの故障に対する体制というのは、このタスク割り当てをどのように行うかによって大きな影響を受けます。 できるだけ最適なタスク割り当てをするための割り当てアルゴリズムが重要となってきますこれは達成できるシステムの信頼性を多手法と比較したものです縦軸は平均障害ですので下に行くほど故障に対する耐性が高いことを示していますこのように最終的に耐性が高まっていることを評価しながらアルゴリズムや方式を開発しています最後に今までの考えで作ってきました車載用の実証システムを紹介させていただきます タスクは20実行や30実行されるわけですが、ソフトウェア開発者がそのような多重化を意識してプログラミングするのは大変です。そこで多重化を意識せずに開発し、多重化等は自動的に行えるようなコード生成支援ツールを開発しています。これは評価キットと呼んでいるハードウェアプラットフォームです。これにより FPGA と ASIC のベースチップの両方の多重化インフラを評価することができます。これはベースチップ版のプラットフォーム。 これは FPGA 版のプラットフォームです。最後にそのプラットフォーム上で四輪独立制御による統合車体制御を動作させて故障としてプロセッサーを次々と止めていっても動作し続けるというでも B のゼロ級で行っておりますので興味のある方は遊びに来てください。どうもありがとうございました。はいありがとうございます。ありがとうございました。あのまあデジタルコンピューターというのはある種 デジタルだからもろいシステムなんですけどそもろいシステムをいかにもろくなくするかということで、まあ、井上先生の研究は多重化によって、まあ、すに壊れなく進るという意味でわれわれはほとんどの生活がデジタルコンピューターやネットワークに依存しているからあるい研究でないとわれわれの生活が困ると、まあ、その根幹を、ね、支えてくれる研究だと思います。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたた それでは次の発表者をご紹介させていただきます。児玉和也先生です。NII コンテンツ科学研究系准教授。より高度な視点視覚環境の構築へ視点焦点を変えた映像を自在自在に作り出すというテーマでお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、と光の画像の科学空間の視覚をツーと題して研究紹介を行います。 今研究の最前線ではカメラの中で撮影される画像からカメラに入り込む前空間中を飛び交う光そのものを、えー、扱う、えー、取り扱う対象が広がりつつあります。例えば左上のディスプレイのようにあ左側の女の子からは車の中が見えておりませんが右側の男の子からはドアの隙間からハンドルが見えてる、えー、います。 このディスプレイでは車から飛んでくる光全体を丸ごと細かく再現することで200方向からそれぞれの視点に応じた映像を同時に観察することができています。Nintendo3DS だと左目右目の2方向で固定視点からの立体視ができますがこのディスプレイでは100人くらいの観客が自由に動き回りながらそれぞれの方向から3次元的に対象、まあ、同じ対象を眺めることができます。 もちろん表示するディスプレイだけでなく右上のように撮影するカメラについてもちょっと規模感は違いますけどすでに商品が発売されています。このライトフィードカメラでは中に細かいレンズを敷き詰めてカメラに入り込む光全体を混ぜ合わせることなくバラバラに撮影することができます。このような光を丸ごと扱う技術が普及していくと空間の視覚環境を作り変えることができます。 例えば、強小な雑居ビルを再利用したようなライブハウスでは、左下のように柱で舞台全体が見えないということがしばしばあります。こういった邪魔な柱の向こうにカメラを置いて、その映像を観客側に見せてたりするんですが、これでは臨場感が足りません。ここれにに対して、例えば柱の向こうに光を丸ごと 撮るカメラを置いてその光を丸ごとこっち側のディスプレイで再現してやれば左のお客さんから右のギタリスト右のお客さんから左のピアニストが柱が透けたように見えるというわけです。でうまく変換してやると実際見えてるところと透けてるところがシームレスにもつながるというようなことがありえるわけです。で こうした光に着目したアプローチに至るまでを学部時代から振り返って紹介したいと思います。で最初は記者のおもちゃを360度ぐるりと180枚取って何かできないかなということを始めました。これだけ情報があったら えー、おもちゃの形を推定していろんな視点からの画像が簡単に表現できると思ったんですけども、えー、例えば実際180枚のこの画像きりたラお面のように並べてやっていろんな高さで水平に切ってやるとなんか意味ありげな渦巻きがたくさん出てきますただこれ後ろに隠れるタイミングがあるので、えー、なかなか規則性をうまく取り扱って活用することができませんでしたでそこでまあ撮影する視点を垂直方向にも広げてあげることで えー、見通しが良くなるだろうというところまでは示したんですけども、えー、データ量が増えて常通性が高まるばかりでやはり本質的な規則性はうまく活用できませんでしたでそこでちょっと大学院に入ったところで、えー、別の観点から3次元処理にに取り組むことにしましたまずあの近形の男の子それから背景の家それぞれに焦点を合わせた画像を2枚撮影、えー、しておいてそこから塩基のボケを独立に自由に調整した画像を生成することにしました。 で当時は画像中から男の子の領域とか家の領域を切り出してから処理するっていう手法が普通だったんですけどこの切り出しは今のコンピューターでも苦手なので別のアプローチをとります、えー、すなわちそれぞれの撮影画像にある決まった指則演算を適用するフィルーター処理というものを施してそれを組み合わせるだけで書望、えー、の自由な焦点ボケの画像が得られるというわけです。えー、このような遠近 という、まあ、奥行き分布に応じた画像合成には普通はその3次元分布の推定がまずいると当時は思えられてたんですけどもそういった推定を、まあ、一切しないで所紋の画像だけを直接作れるということにこの研究で気づきましたでそこでこの2枚の焦点合わせではなくて右のようにもっと連続的に焦点合わせを変えて撮影した多焦点画像の処理に取り組むことにしました手前の犬あるいは背景のポスターにそれぞれ焦点が合っているのが分かると思います 一方、先ほど見たライトフィールドカメラというのは実は左のようにカメラに入り込む光を、まあ、縦横、各方向の視点から細かく撮影しています。で手前の犬は近いので視点によってよく動きますけど背景はあんまり動かないのがわかると思いますで。こうした多視点画像は二次元情報である画像を二次元上並べているので4次元のデータになっていますで。この光線データがあるとレンズによる屈折は計算機で簡単にシミュレーションできるので右側の多焦点画像が従来から容易に合成できてはいました。 で私はこれに対して逆に多多点点から多視点が復元できるとということを示しましまたで光線がレンズで屈折して混ざり合ってしまった焦点描け画像からその元の光線群を分解抽出できるフィルターが見つかったんですでこの際には風流変換を介した周波数領域での処理になるんですけども、えー、3次元に金、まあ、太郎面に並べた多焦点画像をさまざまな切断面にできることで、えー、それぞれの視点の画像左側のそれ各視点の画像が抽出できるという規則性をここでようやく見つけることができました。 でったこうやって光線群に分解することができたらあとはライトフィールドカメラと同様多焦点を簡単に作れますでその際に中央の視点付近だけを使うことでレンズの絞りを狭くしたような画像を作ることができますすなわち左下のようにあ、えーとまあ、ピンクのクレヨン一番奥に焦点を合わせたまま、えー、手前の灰色のクレヨンのボケを抑制したりさらには全部に焦点を合わせた全焦点画像を合成することができます。 でカメラのレンズにこだわる人は右上のように円形のボケなのかそれとも滑らかなボケかというのは非常にこだわるんですけどもここも分解した後光線の強弱をつけて混ぜ合わせを直すことで互いに変換したりとかあるいはイルミネーーションをドーナツ型型とかか星型にぼししたりして遊ぶことができるようになりますでこういった処理は、まあ、古典的にやられていた画面全体に一応にぼけるとかそれを復元するという二次元の処理を三次元化したというふうに解釈できます。 でこれらの処理をリアルタイム化する共同研究も行っています。でフィルター処理だと画像ごとなどに並列化がしやすいので、ハードウェアで、まあ、やってみると実際10倍以上になるというぐらいのスピードで感覚があります。で実際、ハードウェア化を、まあ、プログラミングでしながら検討できる FPGA や 画像処理向けにパソコンに搭載されている GPU を使って実装に成功しましたその際提案するフィルターが持つ規則性正しいあの非常に強い規則性を活用することで大幅な照明無理化や高速化を実現していますで ここまで見た流れは右の焦点母けを左の光線群に分解してから再び右に戻って別の焦点ぼけを作るものでしたが左右が互いに行きできることで逆向きの流れも可能になりますすなわち最初に見たように左の足し点の光線情報が持つ莫大な冗長性を一旦右の多焦点にまとめてから再び左の足し点に戻していくものですこうすれば例えば撮影した光線群が含む雑音を常長性を使って打ち消し合うことができます えー、実際この中央の画像のように雑音がが消えて文字が読めるようになったりしますまた多視点画像を撮影する300台近くのカメラを使った場合は何台かの故障覚悟が必要で欠損視点に対応しなければならない左上のような場合があるんですがここもドーナツ型のボケを中央を埋めて滑らかにする技術を応用して意外と100台ぐらい壊れても、えー、互いに補い合ってきれいな絵を作ることができるということが分かりました。 でこれも共同研究で、えー、動画の方に拡張したり、えー、顕微鏡画像の方、多焦点画像のノイズに拡張したいということをやっています。えー、ザラザラした絵が、割と簡単なソフト処理で、えー、滑らかになるのがわかると思います。でもう一つの使い方としては、えー、多焦点画像に変換するだけで300枚が30枚ぐらいに減るので、圧縮というのに応用できます。 滑らかな画像はさらに圧縮しやすいという特徴があるので全部で1000分の1まで持っていけるということで10分の1100分の1と静止画動画ときていたのが多視点画像の4次元で1000分の1だから動画にして1万分の1を狙いたいということでさらに時間軸を加えた5次元で頑張ろうと思って研究しているところですこの場合多視点を多焦点に変換すると互いにしてどう参照し合うかとかいうんどくさい予測処理がいらなくて。 多焦点を丸ごと各フレームで予測していく、3次元の動きを予測していくだけに、本質的なシーンフロー処理というものが取り組めるので、面白いかなと思って今やっているところです。でこのあたりをまとめた書籍を今、NIA カフェの方で割引販売中でして、今回話するというのも含めて、いろいろと各情報系シリーズ、取りを揃えていますので、ぜひいらしてください、以上です。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたた あの最初の例であの記者のおもちゃのところではあの失敗例として紹介されてましたけれどもそれをまあまさにその視点を解消を変えるっていうところで研究を続けることであれだけの後の成果が生まれたっていうのは非常にその研究の流れっていうのはよく分かったかなと思います。はいありがとうございました。さあいよいよ最後の発表です。で最後の発表は NII コンテンツ科学研究系教授の高野明彦先生です。 まあ高野昭先生はまあご存知のようにまあ連想検索でえ有名な先生ですけどもえ今日は言語を超え,えて広がる連想発想を広げえ思想を深める情報サービスを求めてというえーテーマでお話を伺いますそれではよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、こんにちは高野ですよろしくお願いしますえっと連想っていうキーワードで20年ほどあの仕事をしてるんですけどまあそのまあきっかけになったようなところからちょっと 今日お話できればと思いますまず1枚目に持ってきたのは、まあ、意思決定において人間が陥りやすい罠ということで随分前の研究ですけど、えー、一般的な意思決定ですねあの今日お昼何を食べようかとかどこへ就職しようかとかですね誰と結婚しようかとかそういう,こう人生にはいろんな意思決定をする必要があるわけですがそういう時に人間が結構陥りがちな共通の罠があるよっていう研究です。で 一番目はアンンカリングって,言って、まあ一目ぼれみたいな多分こういう罠からあの起きるんじゃないかと思うんですけど、まあ、いい罠もあるわけで、えー、とそれが一つとそれからコンファメーションこれ確認っていう意味ですけど、えー、自分がある程度何か書くこうかなっていう仮説を持つとですねそれを人間はどうしても確認しがちと逆に言うとそれを確認するようなものばかりが目に入ってくると。 でそれに反するようなものっていうのは、えー、無意識の世界でこう、えー、外へ消えていくとだから意識に上らないということでそういうものが全くないような感じがするとこれもまあ一目ぼれした後の多くの人が経験することじゃないかと思うんですけどで3番目はメモラビリティ、まあ、これは大きなことが起きたりあの突然爆発が起きたりすると人間はまあ今まで考えたことは全て捨ててそっちにこう注意を向けるわけですけど、まあ、そういうことが、えー、起きてそういとまあそういう。 まあ、過度ににそういういいことに巻き込まれてたぶんバブルの発生とかですね、えー、ブームとかいうのは多分こういうところから出てくるのかなと思うわけです。で最後の2つはステータスコートかサンコストってまあ人間は割とあのそれ以外のところについては保守的で自分のスタンスを保ちたいと思うし例えば20年も連想連想っつってやってると連想なんて意味がないよってある程度分かってもですねなかなかやめるにやめられないというのも、えー、多分こういうところでし まあこのまま一緒に心中してもいいかなみたいな気持ちになるわけですね、まあ、これもあの「ンクコスト今更」っていう「今更やり直せるか」っていうで、えっと、検索から連想へというキーワードでまあやりましたじゃあそういう、まあ、どちらかというと今の最初の罠っていうのはグーグルを使って僕らがウェブを検索して出てきた情報に過度に影響されてあっ 世の中はそう思ってるんだっつってバンバンやりながらなんか投資しちゃうなんていうえっと僕たちの今,今風の意思決定を非常に象徴してるわけですけどそこからまあそれに乗っちゃって気持ちがいいっていう人はそれでいいんですけどまあどうもそれに乗るのは嫌だなとなんか踊らされてる気がするとメールを読んでるわけにピラピラ出てくる広告が気になってしょうがないとかそういう人たちはですねなんかもうちょっと違う回路を自分の中に作りたいと思うに決まってるだろう まあ僕もへそ曲がりなのでどちらかというとそういう性格だということでまあじゃあ連想っていうようなキーワードでなんとか自分の方にこをうここ3つ挙げてますけどもまああの従来のウェブの分析っていうのはどちらかというとリンククランチングというかリンクの構造をものすごく分析してみんながこれを指さしているからきっとこれがいいやつですってこう人気投票 みたいいなここととでで情報を決めていくってことですけどどちらかというと僕たちが欲しいのはえと誰も気づいてないけどものすごく貴重な情報僕にとって貴重な情報そういうのを探したいわけなんでどちらかというとその人気じゃないいい側で勝負をしたいっていうのが1番目ですねで2番目が「水ゲーから蒸気機関へ」って書いてあるんですけどこれはそのウェブのサービスっていうのは一般にサーバーのどっか世界の向こう側かもしれないけどどっかにあるものがそのままの形で届く。 まあ少し組み合わされては届きますけどもまあ情報内容がそれほど変わったりはしないということなんですが情報の使い方はそれだけじゃないだろうといっぱいの情報があればそれはまあ知識として例えば頭に入っていればですね同じ数字を見ても違うことを思いつくっていうのが人間だしそれが知性の一つの形だろうということで何かコンテンツも大量に集まって知識化すればそれが他の情報の変化を伴う変,化変換をする機構になるんじゃないか。 まあそうすすればひょっとするとる機関みたいななものだからそれからまあえっと3番目は人間はもちろん頭にある情報を使っては思い出しながらいろいろなことをし連想しながら生きているわけなのでまあそこにウェブの向こう側にあるような情報がえっとサポートしてくればすねそれが僕たちの頭の脳みそにある情報プラスアルファの役割をしてくれるならきっといいよねということです。 もう3分の2の時間をえっと,と連想のメカニズムというか僕たちが考えている連想のメカニズムっていうのをちょっと図示したものこれは20年使ってるんですけど本当にスライドとしてほぼ20年使って色がちょっと違ってるぐらいですが左側に全文章右側に全単語を考えたときに単語を入れて文章を集めてくるこれは Google が使っているキーワード検索ですで。そそのののの矢印の逆をを考えましょう文文章を入れてその中の文 あの単語がどういうのが使われているかで分析をする。で、それは文書と文書の関係性っていうのをそういうモデルで右側の世界で分析をする。これがあのそもそもの連想の発想です。で、それができるとですね、何か文書と文書の間の距離のようなものをその単語のオーバーラップによって表現することができる。デュアルイにその逆に単語と単語の距離も同じような文章で使われているからきっとなんか近い関係があるんじゃないかってことができてくるだろう。まあこの二つの まあ新しく入った秩序のようなものを使って、何かサービスをやりたいっていうのが僕たちの連想情報学って呼んでるんですけどの出発点でした。例えば4つの興味のある文書群を右側に持っていくと、何か単語で要約をしてくれるとで、その要約したグラフを引き戻すことによって内容的に関係があるだけど、誰かが指を指しているわけではないような。文書までえっとたどり着けるのではないかというのがこの関係性です。まあ、これを使って。 ずばり、えー、とユーザーインターフェースにまとめたのが1996年やったんですけどデュアルナビというのをやりました左側に、えー、と百科事典の項目が出てきてその項目の内容が右側に要約されているとこれは右側をつかんで検索をしたり左側の文章をいく,いくつかつかんで、えー、検索をし直したりということができるようになっています。でそししして僕はここにあのジョインしましたた年から来たんですが たぶんちっちゃくて全く読めないと思うんですけど僕もほぼ読めないんですがこのうちの例えば「イマジン」というシートはどんな感じかと言いますと右側に WebCat+ 新書マップ人望文化遺産オンラインということで図書館だったり古書店だったり博物館美術館の情報が貯められているとこれの発信も連想的にやってあげると左側の「イマジン」というシートでそれらをこう相互にあの例題ベースでつなぐことができると。例えば ある美術館にある茶碗をつかんでそれと関連する本を探してくるとかそれと関連するカタログを古書店で探すなどということができるようになりましたあ、時間が来ましたそしてえっ、ー、と博物館美術館に行って実際に展覧会これは奈良博で行われたタイママンダラという4メーター四方のマンダラなんですけど3つのバージョンがあって国宝十分そうでないやつというのがあるんですがどんどんはっきりしてくるんですけど1番の国宝はほとんど目を凝らしても何にも見えないんですね でも何も見えない中に何かを見るというのにその歴史的に蓄積された、まあ、写本のようにして作られたものが役に立って何かでも国宝のところにはきっとこれが書いたのだなって僕たちが思うことによって僕たちのお頭の中にそういうイメージが浮かんでくると、まあ、これこそが見えないものを見せるっていう、まあ、あの面白いかなと思ってるんです。まあ、NHK ののの放送文化デ、えー、デーーーータタベベススととかか広告 ものを作りましたで大きく分けると、まあ、左側が館での体験を深める技術上の方は特徴ある情報群を発信する右側は新しい情報空間の体験を提供するそれから町に案内所のようなものを作って情報サービスをしているんですが、まあ、そういう人々が普通に生活する空間に多くの溜まっている文化的な情報を届けてあげる、まあ、そういうサービスをまあ全体としてやろうと、まあ、こういうことを簡単に実現できるようなインフラができたらいいなということでやっています。 まあできたら日本全体のそういう知的な蓄積もそういうものに変わっていったらい,いなということを夢見ています。時間を超過してみました。すみません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやーもう連想でまあなんか世界のすべてをすべてね集めてしまうとすごい構想だったと思います。はいえっ、ー、と、えー、だいぶ時間もしてきましたあのえっ、ー、とまずはあの、えー、今日発表された方えっ、ー、と再び、えー、登壇していただけますでしょうか。 もうこれだけの短時間で100個の研究テーマについて頭に入ったんじゃないかと思いますもうお腹いっぱいかもしれませんけれども <laughs>、えー、オープンハウスまだまだ続きますこの会場の外あるいは中会議場の方ではあのブース展示ポスター展示やっておりますで、まあ、この皆さんも、えー、その中にいらっしゃると思いますのであの興味ございます方はぜひ捕まえてですね、えー、詳しい話聞いてみてください。 あるいはですね学生としてもぜひ習いたい、ここで学位を取りたいという方にはですね総合研究大学院大学という仕組みがあります、これ4時からですね説明会ございますので、興味ありましたら、ぜひその説明会、聞いてみてくださいで。では、これにて NI 研究100連発を開きにしたいと思います。どうううもあありりががととごござざいいままししたた